山ちゃんと行ったさ、うん、あのハンバーガーカウンターかな、カウンターか、カウンター、カウンター、うん、っていうところのハンバーガーに、ブロードウェイを見る前にちょっと時間あって適当に入ったんだよね、うん、そこのなんか店員のお姉さんがなんか決まったみたいな感じで隣に座ってきて、はいはいはい、俺の隣にこうケビンの位置らへんに座ってきて、うん、決まったみたいな感じで来た時に、これが、まあ、この店のまあ一番普通のハンバーガーです、で、うん、これが私のおすすめみたいな感じ言ってて、うん、その一番これが普通のハンバーガーって言ってたやつがこのぐらいのサイズでパティもすごく分厚くて、でその上にオニオンリングが山ほど乗ってんだ、おそれが一番普通だと、この店の一番普通のハンバーガーがこれだって言われてそんなわけねえだろ、本当にメニューの一番端っこに書いてあるなんかもう意味わからん商品みたいな見た目なんだけど、でもあれが一応ねザ・カウンターバーガーそう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 、名前もそう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 ザ・カウンターバーガー、一番スタンダードなメニューそうそうそうオニオンリングカウンターバーガーとかじゃなくてじゃないのザ・カウンターバーガーっていう、山ほどオニオンリングが乗ってる意味わかんないよねそうそうそう、揚げたやつでしょ、揚げたやつ、これが一番普通だからって言われて、うんうんうん、でじゃあそれでっつって俺それ頼んだの、うんうん、でそれ美味しかったね、うん、オニオンリングも意外となんかそんなに重い感じじゃなくて、うん、いっぱい乗ってたんだけど、うん、でも死ぬほど食べづらかったね、やっぱそのオニオンリングが暴れてだろうねそんな上に乗っかってたらね暴れるだろうな、その説明してくれたお姉さんが途中でなんかレジでめっちゃ踊ってた、それはねめっちゃ驚いただからね、でもあの人は他のお店の人にうるさいねこの子クレイジーなのそうそう言われてたこいつ頭おかしいからみたいな感じで、本当に本当にちょっとおかしかったよね、本当に叫び出して途中で店内 BGM に合わせてそうそう、なんか好きな曲が流れていたんだかなんか知らないけどめっちゃ合わせて踊ってたよねでもめっちゃいい人だったよね、いやめっちゃいい人、そうだね、うん、めっちゃ優しかったんだけど、いいじゃない、付け合わせにあのフライドポテト頼んでさフライドポテトくださいセットのって言って、うん、あはいよとか言ってさ、これあんたたち2人で分けるん、それとも一人一人頼む、一つずつ頼むのって聞かれて、そうそうそう、うん、あいいですいいです、僕だけなんで一つで、じゃあセットのフライドポテト、うん、来たらこんなでかいマジでこのぐらいあったよ、本当にあったこんなでさ、うん、こんなよこれ一人一個頼むと思ったのか、どう考えてもシェアだろこれ、ね、量は多いんでね、あれはおかしいよな、ね、あれはおかしかったね、うん、ハンバーガーより最初にポテトが来たんですよ、そうね、その段階であもう絶対に食い切れないっていうのを察した30分後にミュージカル始まるのよ、そうそうでもなんかあの持ち帰り用のなんかあるって言ったらさ、そういうもんですみたいな感じでさ、うん、もう箱とかも用意されててね、うん、持ってきてくれたね、じゃあみんな持ち帰ってるのかな、なのかな、わかんない、現地の人はどうやって食べてるのか知らないけどあれ食うのかな一人で、いやわかんない、あの量のポテト重いよな、俺大盛りですとも何も書いてないし、はいはいはい、まあ、持ち帰りバッグが用意されたってことね、まあ、持ち帰ってたじゃないですか、そうなんだね、うん、お店も結構フランクな感じだったし、うん、いいね、やっぱちょっとさドライなってお店も多いじゃないやっぱ、うんうん、接客がね、接客が、うん、あのかなりドライなお店も多いからさ、うんうん、その中やっぱりこう明るい店員さんで踊ってみたいなのもなんか良くて、うんうん、いいお店だなと思ったけど、うんうんうん、ものすごい極端じゃない、フレンドリーさがあると思う、そう思う、うん、そう思う、めちゃめちゃお客さんに興味がない、うん、お店落差すごくない、えぐい、別の国みたいね、うん、なんかあのジョージアに行った時はねもうちょっとみんな優しい感じだったの、あそうなんだ、やっぱ都会だからなのかなと思って、あそうなんだろうね、極端な都会じゃん、そうだね、もうどうでもいいよお前なんかみたいなノリだもんね、もう喋りかけんじゃねえよお前みたいな感じのノリだからさ、いやマジでそうだよね、ね、うん、かと思えばそうやってなんかさ、うん、隣に座ってきて決まったみたいな、うん、イエーイみたいな人もいるし、うん、そういう、まあ、人もいるっていうかそういうお店もあるし、くっそ塩対応みたいな塩どころの騒ぎじゃないぐらいの対応みたいなとこもいっぱいあるし、あれはすごいよね